リッキー・マイロンさんは毎朝8時に出勤します。アメリカ・アイオワ州スペンサーの公立図書館、館長を務めるマイロンさんは誰よりも早く到着します。そのマイロンさんを毎朝出迎えるのがこの図書館で飼っている猫デューイです。デューイ、Good morning。デューイの本名はデューイ・リードモア・ブックス、もっと本を読んでねという名前です。図書館を訪れる利用者たちにデューイは大人気です。子供も大人もデューイに挨拶していきます。時々キーボードの上を歩いているのを見るわ。週に少なくても2回は来ます。いつも挨拶するのよ。かつてアメリカでは本をかじるネズミを退治するために図書館で猫を飼う習慣がありました。今でもマスコットとして猫を飼っているところが多く、全米に130匹以上の図書館猫がいます。しかしこの図書館でデューイはマスコット以上の仕事をしています。デューイのポストカード、1992年に図書館で作ったところ、猫ファンやコレクターの人気を呼び、今では世界中から注文が寄せられます。売り上げは月に100ドル以上。図書館の財政に立派に貢献しています。デューイがこの図書館にやってきたのは今から15年前の冬の日の朝でした。これがデューイがやってきた本の返却箱です。外にこれくらいの高さの返却口があり、滑り台を通って入ってくるのですが、デューイはたくさんの本に埋もれていました。その日は月曜日だったので箱はいっぱいでした。彼はこの中で泣き続けていたんです。お風呂に入れて温めたら喉を鳴らし始め、そこにいたみんなの膝に登ったりしたので、人間が好きなのだと分かりました。それで彼を引き取って飼うことにしたんです。本と一緒に図書館にやってきた猫デューイ・リードモア・ブックス。一匹の小さな捨て猫がこの町の人たちにとって素敵な贈り物になったのです。